天正最上の乱、天正最上の乱は、天正二年、1574年に起きた、出和国の戦国大名、もがみの内乱。もがみ当主、もがみよと、隠居した父、もがみよとの間で起こった争いである。元気元年、1570年、もがみ当主の義盛と着難の義満父子の間で、争いが生じた。もがみよが、次男、 中野義時を偏愛し家督を譲ろうとしたことが原因だという口述。吉森の娘、義姫の夫である、伊達明衆が、吉森方につき、山形盆地を中心とした地域で小競り合いが生じた。この争いは5月に、重臣、宇治家忠次家の説得によって和解し、8月に、吉光は家督を継いで、山形上主となった。吉光24歳。 吉森四十49歳の時である。翌年吉森は出家して栄林と合した。ところが家徳を継いだ吉光が周辺の国人や豪族に強硬な姿勢で臨むと、これに反発した国人、豪族らは隠居していた吉森を担ぎ出して、吉光を追い落とそうとし、不死の対立が再燃した。天正2年、1574年1月、吉森が 伊達やキ州に援軍を求める書状を送ると、輝き州は、その10日後には軍を最上領内に派遣し、伊達、最上義盛シモリ対、モガミの構図で、戦が始まった。これが、天正最上の乱である。1月25日、伊達家臣、小針川聖州が、上山城を攻めると、上山三金は、伊達方に降伏した。一月十九日、伊達に味方する。 村山地方の国人たちは、伊達明田州への忠義を示すため、最上義満に近い佐賀城主、佐賀県広を攻める。この時、最上氏所流、血統は、最上氏所流だが本生は、姓は源氏里見氏流で、半ば独立状態の天道よりさだ、倉蔵来信ばかりか、隕石の八重城主白鳥長久や佐賀市一族の、白岩氏、溝信氏、左、沢氏までもが、 伊達勢に同調したため、攻められた、佐賀江城は、三重の堀の二重目までが崩され、二月二日、佐賀江金広は降伏した。一説には、佐賀江氏はそもそも吉盛方で、伊達方が攻めてきたためやむなく戦ったとも言われる。このように、最上氏市周辺の国人は、ほとんどが吉盛方についたため、吉光は和議を結ぼうとしたが成立しなかった。二月二十四日、 吉光側が、伊達市法上層、追玉郡側土曜攻め、梅目目沢丹後主等を打ち取る。2月28日、吉光と吉森の間で和議がなり、北条層の戦いでの捕虜の解放及び並げ、上山市に出陣した、吉光側の手勢の退却が、輝き衆に伝えられる。しかし3月28日、突如上山より、北条層へ、吉光が野衆をかけるに及び、 輝き衆は4月15日、旗国城を攻めた。さらに22日、伊達、新信、神田、柴田勢に陣ぶれを出し全面戦争の構えに出る。5月3日から4日、吉光は若木勢と戦い、山形市若木、5日吉森及び、中野市と甲又、山形市へまたで戦う。7日輝き衆は、八代総新宿、大玉国へ。 11日、北条総中山に出陣し、吉光の村、上山下貨松に火を消た。20日、輝き修正と吉光勢が鉄砲戦を行う。6月2日、吉光勢が新地に野州を駆け白石し、桑織氏の陣を焼いた。7日、輝き衆は旗やへ移り城を攻めるが、同盟関係にあった、合図の足な森沖が死去したと報告が届いたため、 翌8日穴沢城を攻めた後9日米沢へ帰還した。6月伊達氏と敵対していた相馬市が吉光へ協力を求める書状を送ったという。遡って4月、伊達実お元は、道の国本松攻めで市場の八丁目を攻め取り、日本松城をもうかがう勢いであった。日本松氏は和睦を求めて、他方面に圧戦を求めたが、6月日本松氏の 昨望の露見によって和議は実現しなかった。7月25日、佐賀県広が吉光に再び接近したことを知った輝き衆は激怒し、八代草新宿に出陣した。8月4日、輝き衆と吉光は、奈良毛で戦い、白鳥長久は8月27日和議を提案した。9月1日9日、最上家臣の氏家氏と、 伊達家臣渡利氏が交渉し九月十日和議が成立した。もがみは伊達氏より完全に独立するとともに、西条軍、村山軍の国人の奇数が明らかとなった。天道氏及び東根、西根の国衆は、吉光と和議を結んだものの、白鳥氏は条件面で折り合わず、和議がならなかった。なで、吉森、伊達方に就いた西条八立や上山氏、白鳥氏。 佐賀市、大宝寺氏らはいずれも、天正五年、1577年以降、義光に、攻められ、滅ぼされている。伊達氏は、日本松氏との和睦や相馬氏との争いなど、天文の乱で失った道の区南部、伊グ軍方面での活動が、盛んになる。従来、天正最上の乱の原因と経過は、以下のように説明されていた。すなわち、父、義盛は、 気の強い義満よりもおとなしい次男、中野義時を偏愛し、義満を拝着して、義時に家督を譲ろうとしたが果たせず、後に山形城主の座を諦めきれていなかった義時が父を、単で挙兵した。義満は、義時の居城、中野城を攻め落として切腹させ、義時の子、備中丸は、仙台へと逃れたという。しかし、 中野義時の長い旧資料には全く見当たらないことから、今日の研究では、義時の存在は否定されている。また、義時の不存在から、天正最上の乱自体の実在を疑う説もある。ただし、光明寺元、1746年編纂最上系図には、もがみ義満の弟に、中野伝と見え、山形領所宮に、 吉光は、吉時の争いが伝承として残るなど、もがみ吉森が隠居した、中野城に吉光の弟がいた可能性まは、否定されていない。また、伊達明州日記においても、蘭のさ中中野坊が施行する様子が伺われる。また、これとは別に、伊達春胸、輝修夫氏の対立について、出家して、栄林と申した、もがみ吉森から、伊達氏の重臣、 牧野久ヒサシナカに宛てた、某年5月の書状、伊達政党四次公に書集され、原文も、伊達家文書として原則が残っていることから、最上義盛の隠居は A67 年、1564年、と推定される、伊達春宗の隠居や元気元年、1570年4月の、牧野久ヒサシナカの失脚以前の出来事でないと、文書の内容と矛盾が生じるとの指摘もある。これについて、 阿波野俊之は、もがみ義盛の隠居 A64 年、1561年、五郎と推定し、天章の乱は、家徳争いではなく家徳継承後の義光による家中統制の強化に発した家臣団が引退していた義盛を要して起こした反乱であったとする説を唱えている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。